コーオフ FA 最高の一人ー、ヘルナンデスは土軍対談の可能性。本人は残留希望も過去の事例から米メディアは流出を懸念。人気選手の放出は初めてではない。MLB ロサンゼルス、ドジャースのテオスカー、ヘルナンデスは今季チームに加入し打率点272、33本塁打、99打点の活躍でチームの名、リーグ西地区優勝に貢献した。 しかし大谷翔平の代の仲良しとしても知られるスラッガーが来季、ドジャース以外のユニフォームに袖を通す可能性があると海外メディアが指摘した。米大手スポーツメディアスポーツイラステッドのドジャース版は現地10月1日、多くのチームが欲している長打力を有していることを証明したヘルナンデスの契約延長についての記事を配信。 5年1億ドル、約146億円、超えの契約は当然。しない理由は見当たらない、彼はうまくフィットした。こういう選手を新たに探すのは難しい、との米王手日刊誌、USA Today のボブ、ナイチンゲール記者のコメントを紹介した。一方でナイチンゲール氏は、過去にドジャースが球団一筋でワールドシリーズ MVP も、受賞したコーリー、 シーガーを FA で失ったことに触れ、ドジャースからの条件提示にヘルナンデスがマッチしなければ球団は引き止めるのではなく、代替選手を探す方に舵を切る可能性があると説明。同メディアは、このオフシーズンに最も人気のあるフリーエージェントの一人になると予想されている。理想的ではないが、ファンに人気のある選手を放出するのは初めてではない、と流出を懸念した。 ヘルナンデス自身はサクオフ、懸念の声が少なくなかったドジャースとの一年契約が、オフシーズンに下した最高の判断の一つだったと解雇。これから3年、4年、5年とこのチームの一員でありたいけど、それは球団次第で僕の手には負えない。ただベストを尽くすよ、とコメントを残した。キャリアの方向を大きく変えかねないリスクを取り、 現時点では大きなリターンを得ているように見える T、ヘルナンデス。ドジャース、あるいは他球団から総応の評価を得るためにも、ポストシーズンでのさらなる飛躍を遂げてほしい。